すげえ光が、一線の光だ。はい、ママアルコールしてからじゃん。いいよ、アルコールしない。音がいい？はい。ちゃんと願った？願った？大吉？大吉。自分だけのやつ。大吉。おはようございます。冬でも頑張ってますね。2020年も22年もよろしくお願いします。皆さんも釣りやってますか？釣れてますか？どんどん南岸しながらやってみますか。今日マイカーなんで頑張りましょう。もっと横並木がありますね。お、鳥一匹いる。餌つついてる様子はないですね。南下してる。移動しながらぼちぼちやっていくか。こんなこんなで、今年も時々釣りチャンネル始まります。よろしくお願いします。今年の目標が2022年はね、記録よりも記憶に残る一匹を釣ってやっぺよって感じです。記録よりね、記憶に残る一匹釣っちまいますよ。10回行って9回坊主だっていいんです。一匹釣れりゃ残りの1回で、そんな感じの釣りを繰り広げていけたらなって思います。では行きましょう。これん、速攻でリール水の中に、海水の中にドボンしちゃった。投げようと思って手が滑ったらドボンしちゃったよ。何やってんだよ、新年一発目から何やってんだよ。手袋濡れっちまうし、くそ。この季節を感じながら釣りをするっていうのもね、大事なことなんでね。でもやっぱ夏が一番いいかな。ほんと冬はやだ。厚着するしかねえし、寒いし、もう出かける気がうせちゃう。釣れねえし、夏が一番だよ。ちょっと乱岸しちゃおっかな。もうちょっと地形がいいとこでやろう。せめて少しでも可能性があるところに行こう。おっ、こっちはガラガラだっぺよ、ガラガラだっぺよ。
GoPro ビデオスタート。やった、よっしゃ、なんか引っかかってんなと思ったら、やった、下に網釣れたぞ。よっしゃ、やった、こんなんで喜んでる自分もい、おかしいけど、いいじゃんよ。これで釣り始めできたよ。はい、じゃじゃん、ウェッジと同じサイズの下ビラメが釣れました。キャニー下ビラメありがとう、ここでいました。ビロンビロン、よいしょ、2枚目、2枚目です。これがいんのにさ、なんでこれがいんのにソギちゃんがいないんだ。ダメだった、下ビラメ2枚のハマグリ数個。ちょっと天候さんの様子を見に行ってみよう。いただきますどうですか、どうですか、下ビラメ2枚釣れました。あ、マジ、あっちのヘッドランドの横で、あ、ヘッドランドの横で、あとハマグリ5個ぐらいいたんだ。え？いや、そんもう10時なんで、ぼちぼち。はい、お疲れ様でした。午前中1杯やったんですけど、下ビラメ2枚で釣り始めでしたね。でも今日はね、天子さんにお会いして、天子さんにね、前々から お会いしたかったね、エンタカさん、エンタカ TV のエンタカさんにもお会いできて、大変ファンキーで楽しい話が聞けたんでよかったです。また次回、今度は釣りもしながらね、コラボしていきたいな。